角度、はい、風の受け方、風の受け方ですね。風が今か可視化されてるじゃないですか、このゲーム。あ、本当だ本当だ。そうなんですよ。それをそれに合わせれば穂がブワってなるんですよ。ほら今なったじゃないですか。穂がブワってなってる。穂がブワってなってる。穂がブワってなるんですよ。そう、そしたらスピードが上がってるってことですね。小池さん運転席こっち。それは下っ端だ。下っ端の仕事だ。小池さん下っ端だから。ほうぶわってしました。ほうぶわってしました。だったら今スピードマックスってことですね。はい、小池さん運転して。俺らがやったら勉強になんない。おい小池。小池さん。働け。危ねえ。任せてください。やれやれ。地図を。小池さんそのまま真っ直ぐでいい。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 大丈夫、タイタニックみたいになんか氷山の塊見えてきたけど、正面に左曲がったよ、当たっちゃうバカ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 。お前先に言えよ。バカバカバカ。石今前にあったらそれ避けるだろ。それやっぱりそうだよな。それは避けるだろ。取りかじいっぱいです。今取りかじいっぱい取ってます。左に曲がりすぎるな。危ねえ。左に曲がりすぎるな。船底ガリっていくとこだった。この辺だと思う。この辺か。ここですね。スコップどうやって出すの？ S？ 6か7っすね。6。お、当てるね一発。小池さん真逆でしょそれ。小池さんそれ真逆っす。真逆ホットっすよ。この辺油田を探してる。ナイスナイスナイス。すいません。油田出るとかないっすわ。マジか。マジっすか。ここなんだよ。おるねー。全然出てこない。あ、やばい佐藤さん敵。あ、なにこいつ。やってやりました。もう一匹いる。バラした。ザコメ100年早かったな。おい、初だから。佐藤さんの初だから。写真撮せてもいいですか。ちょっと決めた。おい持ってってる。これこそこの猿やるやつだね。俺のもんだ。おい俺のもんだ。まあ俺の海賊についてるのがお前この台から俺のもんだ。この台からだから俺のもんだ。今スマホ用意してたのに。それはほう。うわ、ゲロ吐きや。なんだこの船長。ハハ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 水没してるって。おい、あ、やばい、下ろした。水没してるって。置いてかないで。水没してる。置いてかないで。何置いてかないで。水没してんじゃねえか、新人。置いてかないで。新人水没した。サメに食われる。やばい、水没前にまずあれ、怒り下ろした方がいいかも。怒り下ろして。ね、船から一定以上離れると人魚が出てきて船に戻れる。怖い、海怖い、俺やだ。俺海大っ嫌い。いやマジ怖い。ちょっと待って、怖い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 。何ボタンで浮き上がるの？ねえ、ボタンで浮き上がるとかない？上向くか下向くか。うわ怖。あ、海の中怖い。サンゴとか怖い。俺泳げねえんすよ。ニコワさん、これ窓の外に捨てないとダメな感じ？ああ、そう。え、あ、そうなんだ。見とけ。先輩の俺が先行ったのか。あれ。まあ、そんな上？うわあ！うわ！めっちゃいいじゃんそれ。これめっちゃいいっすよ。これも行く。いけ、ちょっと食らう。あー、てか普通に半分ぐらいダメージ食らったわ。あ、やめとこう俺。飛ぶねー。
あ、来た。違う。クソ外した。やばい、これ小池さんに先取られるかも。おもれこれ、このゲーム。おもれこれ。黙ってんだよ。これお前、これ佐藤、これ小池さん、これもうやってんな。黙ってやってるな。あ、バナナあった、バナナ。バナナありますね。これ来たなー、くたばれ骸骨。なんかの、なんか食ってやがる。バナナを食ってやがる。あいつはバカだ。俺がその間に宝を見つけてやる。よかった。これ出世するタイプと出世しないタイプの違い見てるみたい。俺の回転剣ブロックで沈めてやったぜ。雨が降るな。たださね、多分ね、こっちうるせえな、お前、早く。早く探せよ、お前。たださ、帰れなくなった。こっち側だと思う。ここら辺、ここだと思うよ。雨が降る。傷が痛むぜ。心臓が痛む。あ、早っ。ウェイ、ナイス。あ、めっちゃいいやつやん。なにこれ、初めて見たんだけど。なんか音楽流れて、初めて見たよ、佐藤さん、これ。やば。すげえ。なにこれ。初めて見た、こんな顔ついてる宝とか、初めて見た。おっさんの顔ついてる。だって金の粉出てきたよ、一発目。さあさあ、これは写真撮った方がいい。これマジ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 。これ変な音する。あれなんか鳴ってる。な、待って待って、なんか。うううって言ってる。これまずいぞ。これまずいよ。水出てるやん。泣いてる泣いてる。本当だ。あ、もう掘ってる。あ、泣いてる。おい、船長って。船長が、船長がいいとこ持ってきやがった。うわ、すっげえ顔ついてる。うわ、すごい。船長もすぐ売りに行きましょう、これ。ああ、これちょっとアウトポスト行こう。めちゃくちゃ楽しみ。泣いてる。おい、猿が取っていったぞ。猿が取っていったぞ。これは僕のものだ。猿が取っていったぞ。これは僕のものだ。やばい、殺せ殺せ。あいつ殺していい。あいつ、あの宝に呪い殺されるタイプのやつだ。これは僕のものなんだ。あの宝に呪い殺されるタイプだ。やばい、落ちて大丈夫みんな。これは僕のものだ。やばい、呪い殺されるタイプだ。ちょっと佐藤さん、写真撮ってください、これ。撮った。あ、撮った、撮れました。正面から撮ってないわ。あ、いいね。いや、さすが船長。ニコさん、マジでこれ見たことないよね、俺ら。嵐を呼んだね。やばい。まっすぐまっすぐ、小池。了解です。え、てか、なんか当たったぞ。今、なんか当たったぞ。当たったぞ。やばい、この、ね、この船だけは沈ましたくない、マジで。この宝だけはマジで届けたい。いや、当たってない、大丈夫。ちょっと、二人頼みました。当たってるわ。オッケー、俺らもちょっとフル稼働で頑張る。あのね、コンパスがもうぐるんぐるん。マジ？これさ、いい宝だとさ、なんか、そこまで行くのに大変なんじゃないの、もしかして。いや、てか、もう、てかこの、ぐるぐる泣いてる感じとかマジで、ちょっと、あれだわ。今までにないからちょっとわかんない。これ呪い受けてんじゃん。え、呪い受けてると思う。いや、多分そんな感じだと思いますよ。あのコンパス役に立ってないっすか。今水出てるよ、こいつ。こいつから水出てる。あ、撃たれてない。なんかこいつ今めっちゃ。いや、てかなんか食らってるね。小池さん、変わろうか。小池ずれてる、右変わるわ。右了解。あのね、めちゃめちゃハンドル切られるよ、勝手に。ニコラさん、嵐経験したことあるよね。これニコラさんがやった方がいいかも。ああ、俺運転するわ。じゃあオッケー、俺ら旗とかやる。オッケー。俺らは下の水とか水ね、いろいろやろう。うわ、すごい。ダメージ受けてるダメージ受けてるとこすぐしまってすぐリペアどこだ。3人でやれば。写真撮ってる場合じゃない、佐藤さん。佐藤さん、これ写真撮ってる場合じゃないよ。めちゃくちゃ泣いてるから。これやばい、これマジで。気付けないと。日記なんか今いらないよ、公開日誌なんか。これやばい、マジで。穴めっちゃ開きっぱなし。やばい。とりあえず俺水出すわ。オッケー、了解。これはいい、呪いがすごいぞ。これはだいぶでかい。これはだいぶでかいよ。これやばいね。ニカさん、止めるとき言ってね。また泣いた。よっしゃ、何個穴開いてる。1個。今ので1個。わかんない。下も開いてるかもしれない。
書き出し終わった、書き出し終わった、書き出し終わった。ナイスナイスナイス、いいよ。海賊だよ今、海賊やってる俺ら。あ、俺たちもうそろ、もう右側だ。また泣いた。この木の音ね、木の壊れたような音。もう着くよ、待ち。頑張れ、最後まで。やばい、よしよしよし、ナイス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 。オッケー、嵐過ぎた。いや、過ぎてねえな、まだ。いや、でも晴れてきてる。まだだ。うん、過ぎた。大体過ぎた。だってさ、宝箱見つけた瞬間にさ、島の真上にさ、とんでもない、黒いのあったもんね。これは高えぞ。これはマジで高え。それぐらいなんじゃない、もしかして。撃って、右上に出ます。あれ、待って、出てない。ちょっと待って、これ、これバグだわ。バグってる。ちょっと待った方がいい。これちょっと待とうか。行くよ。経験値はもらえるしね。うん、ブロ。仕方ない。これはもう仕方ない。金色だもんな、枠が。うん。で、はい、ちなみに、うん、泣いてる宝箱、一気にお金入ってきたら値段わかんないと思うんで、いくらだと思います？俺？はい。2万。5000。2万5000。だって普通のが2000ぐらいでしょ。普通のが100円ぐらいです。あ、そう。100円、200円。まあ、A にすると、ね、あ、じゃあ6000、いや8000だな、8000。うんうん、ああ普通の100円だったら、まあ、7000、ごめん7000。それ10個で一番大きい7万のやつが買えるっていう計算で7000。2000。ニコラさんは2000。1万。正解1500円です。ゴミじゃん、帰ろうぜ。別にいいや、試さなくても。俺今結構低め言ったよ。帰ろうぜ、普通に。